が高いな。フラッシュで締め。そこで、コロナという言葉が一体、昨日はどれぐらいの、というような大きな違いがあったのか、違いがあったので、コスバにそう、大きな。この信号を左です。前から気になってたゆきさんに来ました。お好み焼きね、ありますね。これも今思えば DNA が分が高いな。それでは岸田さんが福岡さんにね、岸田さんが戻ってきておっしゃった、なんか雑誌の方に戻ってくれるお店でそこで取ればいい。それはそれで抜きだけ、そう、コロナという言葉が一体、昨日はどれぐらいだったのか、どういうような大きな違いがあったので、国葬に違いがあったので、国葬について、政治家の心の共に伝えてまいります。どういうふうに伝えたいのか、どういうふうに伝えたいのか、国葬の救助について。発してると思うんであれば、こういう状態だと、どういうふうに伝えたいのか。クリアにしてもらうっていうのを前提として経済のことも大事だと思うんですけど、今回のこの全体的に見て、一日生きていけば人の方たちに対するクレームっていうのが少なかったのかなと思って、やっぱり全体的にとかってなかったなっていうのがちょっと興味があります。このソースってなんかマヨネーズ。未来のことは、私だけのリスクは関係ないので、やっぱりそういうことを思います。
そんなにあのしつこい味じゃなくて本当に優しい味、ブラインドソース口の中で広がりますね、この結構優しい味だね、うん、なんか口の中で広がるというか、そんなにあの酸味の感じもなくて、大臣としての資格がないっていうふうに私自身は思ってます。やめられるべきだと思います。で、あの総理がもその判断ね、岸田内閣はなんか安倍政権における菅さんがいないんじゃないかという出身、うん、それから政治家が世の中に出る前に直前で変更になるのか、直前であったらやめますみたいなことが公表現状です。一番感じるのはこの伝統スタンド、フェイスタースタンドもスタンディングオベーションを隠してたんですよね。これがやっぱり入れてあげる、ありがとうございます。バックダンサーですね。バーミナ知ってましたか。じゃあもうちょっとこれだけ言う。よっしょ、終わり。庭仙店の方は姉妹店みたいな感じなんですか。息子が来てる。庭仙がもともとの場所 で、うん、でそこから庭仙から私がちょっと人のとこの、あれ今言うところでね。はいはいはい、あ、分かります分かります。そこでちょっとしてやって、だから奥が昔ここ通ったから来たんだけど、お客が一個もおらんとき来てから降りた。あ、こちらですか。うん、は庭瀬にあって、そこから今にあって、でこっちに移動してきたけど、最初は結構いろいろ大変な苦労されたっていうことですよね。ここが大変だった。昔はもう全然人がいなかった。昔言うことはないけどな、20年くらい。ああ、なるほどなるほど。そこからあれですか、やっぱテレビとか出たら大変。ここはよう出してくれるけど、ねえ、来ますもんね。結構有名な芸能の方が、うん、すごい前くらいずれてますけど、しっかり飛距離が、しかもレフトの相当エコだったのかなんですけど、体勢しながらバックスクリーン。皆さんごちそうさまでした。失礼します。というわけでごちそうさまでした。今日はね、お好み焼きのみゆきさんにね、お邪魔させていただきました。もともとはね、庭瀬にあって、そこから今に移動して、で、こちら南区に移動したということです。最初はこちらにね、移動してきて、かなり大変だったそうです。本当にあの芸能人、桜井日奈子ちゃんとかは、食べに来たりとかいうぐらいで、本当にいろんな方々が訪れるようです。ぜひね、皆さん行ってみてください。とっても美味しいお店でございました。そして、お好み焼きのみゆきさん、今日はありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。